えー、あまり知られてない VPN の使い方ってありますか。YouTube プレミアム入ったくらいしかないです。えっとえー、っとね今だとどこだっかなメキシコかなんかで VPN を使いながらメキシコで Netflix の契約をするとあのそのまあ Netflix のカウントアカウントが作れるんですけどで Netflix ってあの表示されるコンテンツがその IP アドレスで決まるんですよ。 なので、あの、例えば今、えっとね、日本はちょっと高くなっちゃったんですけど、あの、例えばアメリカが割と一番高いのかななので、その日本でアカウントを持ちながらアメリカに行くと、そのアメリカの IP アドレスでそのアメリカの映画が見れるっていうのがあったりするので、なので、あの世界で一番安い国でネットフリックスを契約するっていうのが一番お得だったりするみたいなのがあったりします。ちょっと前まで日本最安国の一つだったんですよね。なんかだんだん値上げするようになりましたね。やっぱコロナのせいで、日本人ユーザーが増えたからじゃないかなと思いますけど。